まあ今まで違う商売をやってて成功してきた人が美容に入ってきてって感じなので、はい、すごい商売だけはやたらうまい人が多いんですよね。はい、だけど本当大事なのは腕を磨くことなんですよね。はい、患者さんを幸せにすることなので、うん、だけども商売が上手で全国展開して、うん、でまあクリニックによってはそのアップセルでぼったくりをやってで儲けて急拡大してるっていうところがあるので、うん、まあ正直今の日本の美容業界ってちょっと悪い方にいってるっていうのもあると思います。ホリエモンの要点まとめチャンネル。一応テレビ CM やって、あとはそうですね、ウェブで広告出してって感じなんですけど、まあテレビ CM 自体がですね、最近あんまり広告の効果がないんですよね。最近の患者さんってネットでいろいろ調べて、はい、料金も調べて、どこの先生がうまいかって、まあ症例写真も調べて、医者単位で選ぶ人が多いので、はい、まあクリニックの宣伝してもですね、ものすごいお金がかかる割にはそんなに患者さん来てくれなくて、むしろ個人が SNS 頑張る方がまあお金もかからないし集客効果もあるって感じでですね。なので多分どこのクリニックも基本は SNS で症例写真とか出してアピールして、でお金が余ったらテレビ CM 打つとかってそういうところが多いと思うんで、多分 CM たくさん打ってるところはまあ結構儲かってるところだと思います。はい、あと一つの戦略としてはあんまりその上手じゃないお医者さんとか新米のお医者さんばっかりだとやっぱり集客できないので安さで売るんですね。例えば二重まぶた手術29,800円という、まあ、安い料金の広告を売って、でたくさん集客させて、で来たら実際には29,800円ではできませんって言ってアップセルして、まあ、30万円とか50万円でやるとか、まあ、そのための CM っていうのも増えてきているのはあると思いますね。特に近年がそれこそ西丹さんが出てきたり、西丹クリニックも今美容やってたりとか、西丹クリニックね、いかがですか、それ業界的には。まあそうです。西丹さんは最初妹の Wi-Fi をやってた会社で、コロナ禍になって Wi-Fi が売れなくなったんですよね。で、その後 PCR ビジネスが大成功したんですね。今度コロナが収束して PCR が売れなくなったんで美容に入ってきたって感じで、まあ今まで違う商売をやってて成功してきた人が美容に入ってきてって感じなので、はい、すごい商売だけはやたらうまい人が多いんですよね。はい、だけど本当大事なのは腕を磨くことなんですよね。うん、患者さんを幸せにすることなので、うん、だけども商売が上手で全国展開して、うん、でまあクリニックによってはそのアップセルでぼったくりをやって、うん、で儲けて急拡大してるっていうところがあるので、うん、まあ正直今の日本の美容業界ってちょっと悪い方にいってるっていうのもあると思います。まあでもあれですよね。まあ僕的に言うと、はい、多分商売うまい系の人たちって、はい、あんまりスキル関係ないようなところには割と行ってるような気がしますけどね。例えばわかんないけど、はい、さっきクルスカとかね。はい、で結局脱毛とかも、はい、セルフ脱毛だってあるぐらいですからね。はい、今看護師さんがピッピやってるだけじゃないですか。はい、まあ割とそういうところに行ってんのかなって。あとなんかその、はい、ダイエット薬の処方とか、そうですね。最近 GLP-1 とかめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。はい。はい、DMM だってやってますからね。DMM オンラインクリニックとかね。そうですね、やってますね。単純に要は金儲けがしたい。そうですね。っていうような人たちでマーケティング得意ですっていう人たちはやっぱりそのガチめの方にはいかないと思うんですよ、最終的には。そうですね。あと最近若いお医者さんもですね、研修医2年終わってトレーニングしないで楽なで稼げる美容の方に進むっていう人がすごく増えてるんですよね。なるほどね。まあ大体もう年間500人ぐらい美容の道に新しく入ってるんじゃないかって言われてまして。大体今毎年7000人とか8000人ぐらい医者になるんですけど、20人に1人ぐらいはもう美容の方を進むって感じで、やっぱ美容検討しますよね、みんなね。そうですね。そう、高い学費を払って苦労したんで、それを回収しなきゃと思って、そっちの道に入る人増えましたよね。そうですね。もう給料も何倍も違うわけですもんね、美容に行った方が。まあ大体3倍ぐらいじゃないですかね。そんな違う。研修医終わって3年目だと、普通の保険診療の病院だと年収600万とか700万ぐらいですね。で、美容行くとですね、まああるクリニックによってはもう最初から2500万とか3000万とか保証しているところありますね。その未経験者でも。うちだと経験者がまあ大体8年目か10年目ぐらいの経験者で手術ができる人を雇って最初でまあ2500万ぐらいですね。はい。だけど、まあ結構急拡大しているところなんかは、もう最初から未経験者でも3000万保証とか、ね、はい、多いですね。はい、なんかそれって、はい、なんかお医者さんとしての使命感とか。そうなんですよ。だけどさ、使命感と3000万円さ、こう、どうでもなんか人生一回しかないし。そうなんだけどさ、やっぱ若い頃にさ、3000万って言われたらさ、ちょっとうんうんうんってなるでしょ。ちょっとだけ。なるんだよ。